の皆さん、こんばんは。山内美月です。こんばんは、山根須沢です。ずんちゃん、よろしくお願いします。よろしくお願いします。ささやきなぞなぞのお時間です。すごい。3匹の動物を連れて鬼退治をした桃太郎、さて、桃太郎が最初に出会ったのは誰？豚言わんかった。ずんちゃんが、みずきちゃんが言ってないよ。3匹の子豚と言った。言いましたよね。言ってないよ。え、言った。3匹の子豚と桃太郎が鬼退治しましたって。ずんちゃん言ってなかったです。ごめんなさい。なんか3匹って聞いたら確かに子豚しかいなかったので、それで多分頭に出てきたんだね。子豚があんま聞いてませんでした。はい、それでは始めていきましょう。せーの、 AKB48 のささやきラジオ。多分山梨、石川、福井でしか流れないから。 AKB48 の山内美月です。そして山根須沢です。イエーイ、ずんちゃん、お願いします。お願いします。ずんちゃん、2回目の出演となります。はい、ありがとうございます。ありがとう。2回目、人気者ということで。人気者です。人気者で。はい、ということでですね、はい、あのずんちゃんのことを、うん、スタッフさんがエケペディアで調べてくださったんだけど、うん、そのエケペディアには、うん、趣味16期生みんなと話すこと、はい、そして全然弾けないギターって書いてあって、はい、あと好きな言葉くしゃみ、はい、って書いてあるんだけど、はい、今もですか？あ、これ嘘です。嘘？はい、これもないです。ないの？はい、全然違う今。はい、うん、初期は、うん、言ってたんですけど、うんうん、もう早く消してほしいなって思ってました。この全然弾けないギターとかえ、ね、全然ギターは弾こうと思ったことある？うん、習ってて。習ってたんだ。そう、ギター教室に習ってたこともあったんですけど、うんうんうん、もうそのギターも今ないです、うん。ごめんなさい。じゃあ更新しないとだね、これは。そうですね、してほしい。このラジオを機に。はい。ずんちゃんの趣味は何ですか？趣味は、うん、もういっぱい寝ることです。おお。一日、うん、14、5時間寝ます。普通に、平均的に。平均なの？うん。え、そう、 15? 15。じゃあ10、そうだね、13時間か15時間くらい寝て、お仕事とか行きます。でも確かイメージある、ずんちゃんがロングスリーパーの、うん、なんかファンの方にさ、うん、起きた時間、うん、夕方ぐらいに起きて、うん、でその起床しましたみたいな報告を、うん、SNS でするみたいな。え、なんで知ってんの？なんか見たことある。え、プライベートメールでそれ毎日してます。あ、そう、なんかでね聞いた。え、嬉しい。そう、ロングスリーパーなんだと思って。逆にさ、うん、寝すぎて、うん、体調悪くというか頭痛くなったりとかしないの？あ、時々あるけど、でもそんなにない、うん、もう幸せって起きる。あー、いいね、うん、いい。寝る、いっぱい寝る。なんかさ、うん、睡眠って7、8時間、うん、がちょうどいいって言うじゃん、うん、だからそれぐらい寝れたら、うん、最高ってなるけど、うん、あんまり10時間以上は寝れない人かも。え、目覚めちゃう。うん、そうなんや、うん、毎日10時間以上寝てる。幸せだな。幸せ。寝てみたい。絶対目覚めちゃうから。あ、そうなん。そう、あんまりないな。じゃあ趣味は寝ることということで、うん、ファンの方ぜひ更新してあげてください。お願いします。あと好きな言葉はある？今は、うん、パプアニューギニアがすごく好きです。待って
予想のはるか上を言ってた。パプア？そう、パプアニューギニア。ニューギニア？うん、国。ほうほう、国ですよね、国の名前なんですけど、なんか、かわいい言葉あるかなと思って自分で発言して、考えてたら、パプアニューギニアが一番かわいかった、え、それはさ、もともと知ってた国？うん、知ってた。なんか聞いたことある国やって、それで知ってた。で、言ってみたら可愛いから、めっちゃ可愛い自分と思って。面白い。じゃあ、まあくしゃみも可愛いけどね。うん、くしゃみは可愛くて、昔お家にいたぬいぐるみに名前つけてた。くしゃみって。くしゃみちゃん？うん、くしゃみにって。つけて呼んでたんだ。うん。じゃあ今はパプアニューギニアちゃん？うん。パプアニューギニアちゃんって。言いづらそうだけど大丈夫それで。うん、大丈夫、言いにくいけど頑張る。頑張って。じゃあ好きな言葉も、はい、ぜひ更新してあげてください。お願いします。はい、あとはあれ、特技全然弾けないギターと、あとモノマネって書いてあるんだけど、はい、モノマネは今も得意？得意です。お、めっちゃ得意。お、何ができるの？ニャンチューっていうキャラクターの声真似が得意です。うん、聞いたことあるよ。そう、よく知ってる。で、16期とかでさ、ずんちゃんの聞いて、で、私も真似したりするんだけど、あの、ずんちゃん全然ダメって。みずきちゃん、ダメ出しされる。まだ下手くそです。ちょっと深みがない、まだ声に。深みが大事なんだ。そう、ちょっとやっぱ可愛さが残ってしまってる。結構全力でやったつもりなんだけどな。そう、その気持ちはわかるけど、深みが出てない。深みか。はい、ちょっと次はそれを考えて、はい、ずんちゃんにで、見てもらおうように練習頑張るね。頑張ってきて、見せてな、その成果。わかった、じゃあずんちゃんのにゃんちのモノマネは、まあ、また後ほど、はい、見せてください。わかりました。はい、ということで、それでは AKB48 のささやきラジオ、多分山梨、石川、福井でしか流れないから、ぜひ最後までお付き合いください。この番組は山梨日日新聞社の提供でお送りします。48の山内みずきです。山根すずはです。さて、コーナーに参りましょう。最初のコーナーはこちら、にゃんちゅうお願い。ひさひさくるくるトーク。ちょっと難しい。あ、でもすごい。大丈夫、さすが。深みがありました。ありがとうございます。ありがとうございます。ということで、このコーナーでは、全国放送じゃちょっと恥ずかしくて言えないという話を、山梨、石川、福井なら秋葉も遠いしギリギリ言えるということで、リスキーな話からちょっと照れちゃう話まで話していくコーナーです。おー、そう、ここにサイコロがありまして、うん、サイコロの目にそれぞれお題が用意されているので、それを振って出たお題でトークをしていきます。はい、わかりました。はい、今回はですね、うん、あの、1が出たら最後の晩餐何食べる、2が出たら1万円あったら何買いたい、で3が出たら好きなディズニー作品は、4が出たら今年の夏の予定、うん、5が出たら暴露話、そして6が出たらサイコロを振ってない相手にお題を選んでもらいます。おー、そう、楽しみ楽しみ。ということで、今週は私からお願いします。いきますね。はい、何が出るかな。ボン。お、4が出ました。お、今年の夏の予定聞きたい。何がしたいかという話をじゃあしますね。お願いします。今年の夏は、かき氷巡りしたい。お、そう、かき氷好きなの？好きで、あのね、毎年言ってるのこれ。なんか聞いたことある気もする。そう、かき氷巡りをしたいってすごい憧れてて、で、去年ようやく、ナーミンと二人で、あの、かき氷屋さんに行けたの、で、そこで食べたかき氷がめちゃくちゃ美味しくって、でも、その、去年もその一回きりで終わっちゃって、巡りまでは行ってなかったから、でもさ、最近ってすごいかき氷の種類とかね、多い、いっぱい増えて、うん、なんか昔のかき氷のイメージはお祭り氷を削って、いちごシロップかけるとか、ブルーハワイとかそういうイメージだったけど、最近はすごい
見た目もおしゃれとか、わかるね、なんか濃厚系なかき氷とかいろんな種類が出てるから、そういうのを巡っていろんなかき氷食べたいなって、もう今年こそ絶対行きます。行って、え、はい、何店舗行けば巡りになるの？自分的に2店舗少ない。巡らせるでも、うん、去年1店舗だけだったから、うん、1店舗、今年1店舗行って、うん、でもう1回行けたら巡りにはなるかなって思って。確かに去年のも含めば3店舗行ってるから、うん、確かに。え、じゃあさ、その1店舗一緒に行かん？なんかさ、うん、一緒にご飯行こうって言って全然行ってないやん。行ってないやな。え、なんかかき氷は良くない？うん、行きたい。リハーサル終わりとか。うん、確かに良くない？暑くなるしね。うん、その後行ける。え、絶対行こう。え、よかった。うん、行こう。約束。よし、これでまたかき氷行けそうです。お願いします。はい、ということで、うん、以上ひそひそコロコロトークでした。ではここで1曲お聴きください。この番組は普段隠しているようなことをこそっと言ってしまおうという番組ですので、うん、私たちが選んだ AKB48 の隠れた名曲をお書きします。1曲目は私、山内が選びました。 AKB48 で小池。この年になると嫌でも現実ってやつが見えてきます。10代の頃は恋の理想も高くて、あれも嫌これも嫌って彼氏を原点式で見ていたんですが、20歳を過ぎて覚えました、妥協って言葉を。私もあの辺で手を打っときゃよかったかな。激しい夏が過ぎて二度目の恋が終わり、焼けた肌が焦る頃は偶然の季節、コンビニのレジに並ぶ見覚えのある横顔、目があった時ガリガリと手にしてた。卒業式ぶりの小池は洒落たシャツを着ちゃって、尖った髪型もちょろっと似てて、って言ってた小池が彼女を連れてたことがショックでした。もう着ないと思って友達にあげた洋服をその友達が着ているのを見て急に惜しくなったような気分でした。自分には似合わないのに。先に声かけちゃった、私はそう負けるに、懐かしさに甘えたくて近寄っていった。ひこじないリアクション昔の彼氏。
私があんたに嫉妬しなきゃいけないのよ。小池、彼女ができたなんて聞いてないよ。小池、こんなところで彼女とうろうろしてんじゃねえよ。はいはい、私は一人です。こんな時間に一人でガリガリ君を買っていました。小池、なんとか言え。優しい言葉の一つもかけられ。AKB48 のささやきラジオ、多分山梨、石川、福井でしか流れないから。続いてのコーナーはこちら、タイトルコールお願い。いつだって君が好きだ。イエーイ。このコーナーは私たちの最新シングル、どうしても君が好きだの歌詞から取った、ゲストで来てくれた AKB メンバーのいつだって好きなものを深掘りするコーナーになります。お、はい、ずんちゃんの、はい、好きなものを今回は深掘りしていきます。はい、ということでずんちゃん、発表をお願いします。はい、私山根鈴葉はいつだって地元が好きだ。おー、素敵。はい、地元ね。はい、地元です。うん、ずんちゃんの地元は西宮市です。待って、そこまで言っていいの？うん、公表してる。あ、そうなんだ。うん、西宮市なんですけど、兵庫県の、うんうんうん、もうめっちゃいい町で、うん、やっぱ7年東京にいても、うん、もう揺るぎなく地元が一番好きやから、へー、 AKB じゃなくなった後は絶対兵庫県の、うん、そう、地元に帰りたいなってめっちゃ思ってます。うん、そうなんだ。その地元の、うん、なんかどういうとこが好き？一番。でもやっぱり地元の、うん、地元のお友達がいるところとか、うん、やっぱ血つながってる人がみんな兵庫県にいて、だ、ね、私だけ一人東京に出てきたので、うん、やっぱなんかね、血つながってるからこその人の温かみとかあるし、うん、確かに、うんうん、なんか穏やかで、うん、なんか時間の流れる速度がゆっくりに感じるから、うん、それも好き。うん、うん、いいですね。なんかね、兵庫、私もゆかりあると、ゆかりある、うん、ゆかりあるね、ちょっとゆかりあるのでわ、うん、かります。なんか時々兵庫トークするよなするそう、私も実は、うん、幼稚園に入る前まで関西弁だった、うん、え、そうなの？うん、そう。え、だから知らなかった。そう、実はね、うん、もう今は全然喋れなくなっちゃったけどそうなの。だから、兵庫とかの関西弁を聞くとすごい落ち着くんだよね。だからずんちゃんの関西弁もめちゃくちゃ落ち着くし、うん、嬉しい。そう、めちゃ好き関西弁。めっちゃ囁くわこれから耳元で関西弁ぜひ最高録音したいぐらいそれは怖い素敵ですね。もう大好きです、うんうん、いいですね。老後は西宮って決めてますはい、ということで、うん、ずんちゃんのいつだって好きだでした。それでは私たちの最新シングル、どうしても君が好きだを聞いてください。 AKB48 でどうしても君が好きだ。Yeah.
紹介したいんだけど。え、一人暮らし始めたと思ったらもう紹介したい相手がいるなんて、そんなちょっと早すぎ。違うわよ、三日よ、三日。三日？山梨日日新聞ご紹介キャンペーン、ご紹介者には3000円のギフトカードをプレゼント。山梨日日新聞。のささやきラジオ、多分山梨石川福井でしか流れないから。ささやき握手会。このコーナーはささやきラジオの中で握手会を開催するならどんなセリフを言ってほしいをテーマに、リスナーさんよりメールをいただいております。そんな私たちに囁いてほしいセリフを紹介するコーナーです。イエーイということで、はい、私から発表したいと思います。お願いします。ラジオネームたけしさんからいただきました。一緒にイカナゴの釘に食べへん。イエーイ、イエーイ、食べたい食べへんっていう関西弁だったんですけど、うん、ちょっと今の関西弁どうでしたか。え、よかったです。深みが出てました。嬉しい、ようやく褒めてもらえてようやく嬉しい、ありがとうございます。でも、うん、このイカナゴの釘に、うん、が私分かんなくて。あ、そうなんや。全然は知ってる。うん、兵庫県の、うん、その名物の料理みたいな感じ。へー、すっごい美味しい。なんかご飯にめっちゃ合う。へー、うん、うん、
ご飯のお供みたいな。あ、そう、ご飯に乗せて食べたりとか、あのおばあちゃんち行ったら絶対出てくる。あ、そうなんだ、うん、あ、郷土料理って書いてある。そう、うーん、食べてみたい。お腹空いてきた。え、わかる、ね、うん、お腹が鳴りそうです。お腹空いてきた。じゃあ続いて、はい、ずんちゃん発表お願いします。はい、ラジオネームゆりさんからいただきました。ご飯の代わりそのくらいにしときや。おー、あー、正解。今の正解。そう、かわいかった。かわいい。ダイエット中なので山根さずはちゃんに言ってほしいってことで、ね、絶対にストップしてください。ずんちゃんに言われたらもうストップすると思う。そっか、ダイエットね、大変よね。うん、わかる。頑張ろうね、一緒にね。じゃあ今のずんちゃんのセリフを録音して、うん、はい、いっぱい聞いてください。はい、お願いします。はい、ということで以上、ささやき握手会でした。AKB48 のささやきラジオ、多分山梨、石川、福井でしか流れないから。AKB48 のささやきラジオ、エンディングのお時間です。ずんちゃんどうだった？なんかすごいリラックスして喋ることができました、うん、あ、よかった。結構素が出てたと思います。うん、めっちゃ面白かった。ありがとうございます。そして来週もよろしくお願いします。お願いします。この番組はラジコのタイムフリー機能で1週間以内であれば後から聞くことができます。山梨県、石川県、福井県以外でお聞きの方はラジコプレミアムに登録すればタイムフリーで聞くことができますので、ぜひお試しください、はい、またこの番組ではあなたからのメールをお待ちしております。メールアドレスは akb@ybs.jp、 akb@ybs.jp。 またこの番組の感想はツイッターでハッシュタグ AKB48 のささやきラジオでつぶやいてください。ささやきはひらがな、ラジオはカタカナです。ここまでのお相手は AKB48 山内瑞希と山根すずはでした。バイバーイ。この番組は山梨日日新聞社の提供でお送りしました。YBS ラジオからのお知らせ。稲村亜美です。ダンビラムーチョの大原雄一と原田ふにゃおです。稲村亜美の山あり谷なし野球の話、ついにスタジオを飛び出して公開収録やっちゃいます。8月5日土曜日10時から3日 YBS ホールでプレーボール。ゲストには内川誠一さんと宮城弥生さんをお迎えします。13時からは野球の話マーケットも開催。山梨放送開局70周年記念企画 YBS ラジオ学童野球人口拡大プロジェクト、稲村亜美の山あり谷なし野球の話公開収録&野球の話マーケット、皆様ぜひお越しください。ワイバー、ぜひ確認にしてね。